なんせ大きいじゃないですか。正直捕まえられるかどうか全然自信ないです。お、いけるか。あー、届かない。あちらに通せんとして、下を、お、ジャンプ、いけそう、いけそう。あー、お、これが大変そう。あー、抜けた。これ魚、これ見切ってますね、完全に。さあ、勝負どころ。来た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 。はい、こんにちは、小川です。今日はですね、なんとオーナーさんからお魚を捕まえてほしいということでやってまいりました。この水槽にいる魚たちをちょっと違うところに移動したいということで。あ、まあ、なんせ大きいじゃないですか。はい、捕まるのかちょっと分かんないんですけど。え、この水槽の中に入って捕まえるんですか。はい、そうそうそう、潜って捕まえる。潜って、はい。え、それ誰がやるんですか。僕。え、他に今日周り見渡しても誰もいないんですけど。まあ皆さん以外いないですよ。魚捕まえて移動する。そうそうそう、はい、まで一人でやるんですかこれ。そう。何匹今日は、1,2,3,4,5 が目標。5が目標。キクラが3とザトニオが2。この間あっちの水槽から移動しましたよね。はいはいはい。このキクラがまた捕まえるのが大変で、やっぱり早いっすよね、動きが。結構突発的な動きをするんで、ちっちゃい水槽でも苦労するのに、はい、ちょっと大きいんで、うまくすれば、はい、やっと捕まえるかもしれないんだけど、はい、でも5匹全部やるのに多分半日はかかるかもしれない。一応ね、捕まえますとは言ったんだけど、はい、正直捕まえられるかどうか全然自信ないですね。でも移動させれば帰れないんですよね。いや帰るよ。いや帰るよ。いやいや、そこはもう帰れまてんで行きましょう。帰れまてんなの。ちなみに何で移動させるんですか。今日はね、道具がいろいろあるんですよ、はい、通常やっぱりね、お魚を捕まえるときはできるだけ傷つけたくないんで、これを使って移動かけるんですよね。これは網がないんですけど、ここにビニールをつけて、綺麗なビニール用意してくださいね。こういうふうに枠につけてね。これで水ごとすくってあげて、でこのビニールで移動しちゃうと魚たちは、傷つかずに移動ができます。はい、じゃあ一匹一匹もう持って上がって、そうそうそう、とことか歩いて、そうですね、あっちに入れてっていうところまで、はい、順番にやっていこうかな。え、大変。今日はね、いろいろ秘密兵器も、お、さらに手作り。手作りなんですか。手作り。このために徹夜で作った、名付けてキクラキャッチャー。キクラキャッチャー。結構な長いですね。そう、長めに作ったんですよ。短いとパッと逃げちゃうんで、はい、長めに作って、はい、こう網でおいでおいでおいでってこう追い込んであげて、はい、ヒュッて、なるほど、追っかけて、追っかけてキャッチャーして移動と。移動、はい、それで移動。うわー、大変そう。いや、もうでも一切取れる気がしないっていう。一切取れる気がしないんだけど、どうかな。作戦いくと思うんだけどな、こうやって失敗できませんからね。スムーズに運んであげるのと、水質の違いなんかだとやっぱショックになっちゃうんで、水質、まあ、温度、pH、そこまで調べて一緒なんで、まあ、特に問題ないかな。うん、まあ落ち着いて事故がないようにやるかな。お題を定めてる。一応ね、ちっちゃいやつから出してほしいって言ったんで、ピクティだったらこの子かな。こっちのテメイシスの方はそんなに変わんないんで、大きさがこの辺とかかな。ダトニオはあの子とちょっと黒っぽい色の子。さあ、うまくいくでしょうか。結構カメラとかにも寄ってきたりするから、人が入ったら寄ってくるのかなとか思ってたんですけど、いや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 、ちゃんと分かってますよ、やつらは。やっぱ捕まえるってなるとまた全然違うんですね。分かってると思う。最初はこっちの作戦分かってないから捕まえやすいんだけど、はい、多分何回か失敗すると大体パターンを読んでくるんで。しばらく追っかけ回して疲れた頃にふっと捕まえるっていう。でも小川さんも疲れますよね。いや、僕も疲れますよ。どっちが疲れるかの勝負って感じかな。しかもこれ結構ね、
気使うじゃないですか、この中であんま移動できないし、ね、中にほら気使ってるから気使うんですよね。あれちょっと今餌を与えてしまいました。はい、すいません。準備完了ですか。準備完了です。まずはとりあえずキクラから行きますか。でもピャッと逃げちゃったら作戦変更で、おそこは臨機応変に。臨機応変ですか。じゃあ行ってきます。はい、ああ秘密兵器どうかな、ちゃんと動くかな。探してますね。今でも足元にいますね。今この子ですよね、狙ってんので隅に追い詰めてるんで、いけるか。あ、動き早いですね。今でも足元にいますね。あ、逃げちゃった。向こう側行っちゃった。いやこれだって歩くのも大変だ、移動も大変だし。さあ、あの子に狙いを定めてますね。あー、逃げちゃう。上行ったり下行ったりで疲れてくるかもしれないですね。それを狙ってるかもしれないです、小川さん。あー、行ってしまったか。まだターゲットは変えないんですかね。さあ、さあ、お、いけるか。あー、届かない。スルッと一匹。あー、おおおお、あー、いけるか。あー、いい。ここを通られるときついですね。あー、上に逃げられるときつい。そうそう、下に追い込んで。上はね、あ、離れましたけど。早々に捕まる気がしない。今はこれ休憩中ですかね。ここに隠れてますね。さあ、小川さんもそれを探して追い込もうとしております。あ、ちょっと今不利なところにいますね。波が入りにくい。今サバナが、お、柄の方を使って追い込もうとしてますね。今柄の方をうまく使って、あ、来た来た。あっち側に回りました。回ったが今度は、さあさあ、木が邪魔、木が邪魔。さあ、気を持ち替えて、さあ、ここは一気に行きたいところ。うわあ、来た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 、入った、入りました。すごい、一匹目取ったぞーっていう、来ましたね。うまいもんだろ。良かった。でもじゃなくて、ほら目に見えて疲れてくるでしょ、魚も。本当ですね。休んでましたもん、下で。チーンってなってるじゃん。はい。だーなってからっすよ。粘りがちですね。粘りがち。取れると思わなかったから、あんまり準備しなかった。移動のこと考えてなかった。
や、よかった、安心したわ。これで5分の1 次どの子ですか。キクラちゃんに行きますかね。この子、お前や、次はお前や。続いて2匹目、1匹目の勢いでうまくいきたいところ。さあまた追い込んで、さあ先ほどと同じ形に持っていけば、さあもうこうなったら時間の問題か。あ、下逃げられた。魚も結構疲れてきてるので、あまさかの抜けられちゃいました。じり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 小川さんが今、お、来た、はる。さあ魚も必死です。しかし魚も疲れてきます。結構疲れましたか。じっくり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 、来た、入った、入りました。思わずピースが、いやいやいや、お互いにね、諦めたら負けってことですよ。そうですね、魚も。続いてはちょっと趣向を変えて打倒におでいきますか。 お目目がキョロッと出てるキョロちゃんにしましょうか。うまく捕まるといいんだけどな。隠れるのがうますぎて打倒におの方がちょっとひょっとしたら苦戦するのかもしれない。頑張ります。お願いします。よいしょ。さあまずはそういうことか。まずは狙っているダトニを探すところからということですね。どこにいるのか、流木の間を探してます。さあ、ギョロメちゃんはいるのか。ターゲットを見つけたようです。この完全に狙われてるって分かってる顔してますね。これ魚、これ見切ってますね、完全に。水槽を向かって左側の側面でまた捕まえるという作戦に出るんですかね。今対象のダトニオちゃん挟んでいるところですかね。追い詰めていきます。こちら側に今来ました。これもスムーズにいきそうなんですけども、網が今入れない。おお、入った。早い、すごい、非常にスムーズに。あれれれれ、あれれ、ひょっとしてこれ午前中で終わっちゃうじゃん。自分から入っていくような、そうなんですよ、感じでしたね今。あれがラッキーでございました。本当ラッキーでした。5分の3ということですね。見えてきたね。見えましたね。ダトちゃん、あと残るは2じゃないですか。今のところは、まあ想定通りですかね。本当ですか。はい、いや、道具が良かったね、あれ。徹夜で作った道具。徹夜で作った道具が。あれがなかったら多分取れなかった、ね。作戦が強いことですね。この子で行きますか。ちょっとビビってる。これか、俺顔しましたよ。さあ次のキクラに行きます。結構周りに魚たちが一緒になって固まっちゃってる時が、これどうすんだろうっていう。あちらに通せんぼして、上下の動きですね。下を、あ、ジャンプ、ジャンプして抜けましたね。すごいな。ここのポジションに入ったところ、反転が早いですね。体を反転させるのが早い。さあ、また捕まえようというところ。やっぱりこっちの方が広くて戦いやすそうですね。さあ、抜けるか。
上から行かれた。しかしまだ諦めません。さあこれはなかなか長い戦いになりそうです。この子は結構素早いですね。まだまだ。おおほ、技が出ましたね今。足技。このキクラちゃんももう必死です。さあまた。ああ。さすがにあのスピードで足を上げることはできません。さあここで決めれるか。ここは向こう側ね、足技が使えないですからね、行かれてしまう。さあ徐々に疲れてきているんでしょうか。さあ狙っていきます。ゆっくりとバック、後ろに向かって泳いで、まあ、いい位置にいますが、別の魚もいますが、これはもう行っちゃうか、このまま行っちゃうか。行けそう、行けそう。ああ、しかし大きい方が逃げて、キクラはそのまんま行けるか。あ、入った入った、来た来た。なかなかな戦いでしたけれども、こちらも小川さんに軍配が上がりました。お疲れ様です。お疲れ様です。やりましたね。順調ですね。順調ですね。ブルースリー張りの足技も出てましたね。足癖が悪いですよ。なんか想像にうまくいっちゃってて。もっと苦戦すると思ってました。もっと苦戦するかも。ラスト1匹。そうですね、最後。ダトニオ。後ろ尾をダトニオに食べる。さあ、最後の黒いダトニオちゃんを捕獲しようとしてるんですが、そこにいますが、火の色と同化してしまって非常に見えない。さすがにそんな一発ではうまくいかない。まあ、今クラディが今あそこにいますよっていうバスケ部のを出しました、ね、それぐらい分かりにくい、真っ黒なんで。いやこれ色が同化しちゃって全然見えないですけど、これ中のお母さん見えてんすかね。黒いダトニオちゃんがスーッと向こう側で移動していきましたね。お母さんもそれは分かっているようです。目でそのまま追っていました。これが見えるのすごい。水中の中で見えてんだもんな。この中隠れている。引き出して、さあ間を抜けてしまう。結構自由に行きますね。この間を今すり抜けて行きましたけれども、さあどうだ。この間を通せない。これが大変そう。ああ抜けた。抜けてしまいました。ありますか？ここにいます。ここ外で見てても見失いますからね。今ここに来ました。今目の前にいます。そしてじんわり来てます。じんわりじんわりじんわり来てますね。さあ逃がしたくないが引っかかってしまっている。網が、あちら側に引っかかってしまっている。うまく今もうこれだけで対処できるのか。お、入った。スムーズに今スッと入っていきました。いやー今のはかっこよかったですね。おめでとうございます。イエーイ。あ、よかったよかった。
隠れるうまいんで四角に四角に入り込む手こずりましたよ。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。1,2,3,4,5 よかった取れて。取れなかったらどうしようかなと思って。正直僕らもちょっとやばいかなって思って期待してましたいや本当ね三振取れるかなと思って。取れてるね間違えたもう一回確認して無事取ったぞはいはい無事取れました。2時間半ぐらい2時間半素晴らしいね。勝因はやっぱりあの道具準備したのがね良かったなと思います。やっぱ何事も仕事は段取りです偉そうに水中の中では魚の方がねやっぱ一番の今の上手なんで、はい、そこにスピードで追いかけてってもなかなか追いつかないと思うんで、やっぱこう作戦でいくって感じですかね偉そうにね。最初キクラオーナーさんが入れるって言った時いやー二度と取れませんよって言ったんだけど、やっぱプロがやると取れるね自画自賛しかしてないですすいません今日はあの、はい、自分で自分を褒めてあげたいなと思いますはい、ということで無事魚も取れましたんで、今日の動画いかがでしたでしょうか。あんまりねこういう大きな水槽で魚を捕まえるって見たことないと思ったのでご紹介しましたけれども無事取れてよかったなと思います。引き続きねチャンネル登録とコメントの方もお寄せいただければと思います。ありがとうございます。じゃあこの後私は掃除してきますのでバイバイ。